どうもアガポニです。今回はジエンドに行く方法についてです。それでは早速行きましょう。ジエンドはいわゆるラスボスがいる場所になってます。なのでラスボスと戦うためにはいずれこのジエンドまで行く必要があるというわけですね。でたどり着くとラスボス戦となるので、ジエンドに行く前に必要な装備や道具は事前に用意しておく必要があります。最低限必要なものをざっと紹介していくと、まずは防具4点、頭、胴、足、靴におけるダイヤ装備ですね。それとダイヤの剣、剣に関しては攻撃力を上げるダメージ増加と耐久性能を上げる耐久力、この2つのエンチャントはつけておきたいものになってます。さらに弓ですね。弓に関しては攻撃力を上げる射撃ダメージ増加、それと矢が1本あれば無限に撃てるようになる無限のエンチャントをつけておくと楽になってくるかと思います。あとはツルハシがあった方が効率よく移動できる場所があったりするので、なるべく素早くブロックを破壊するためにダイヤのツルハシ、それと砂とか土を掘る可能性もあるので、その対策としてシャベルもあるといいかと思います。加えて地下の暗がりで明かりを取るために松明も1セットくらいあるといいですね。あとはリスポーン地点を上書きするためのベッド、それとパンのような食料も持っておく必要があります。ジエンドに行くには特殊な手順を取ることで入れるようになる入り口から移動する必要があります。というわけでまずはその入り口がある場所ですが、これがですね特殊な要塞の中にあります。で要塞自体がどこにあるか、どうやって見つけるかですが、エンダーアイというアイテムを使って探していく必要がありますと。でこのエンダーアイはエンダーパールとブレイズパウダーでクラフトできるアイテムですね。エンダーパールの方はエンダーマンを倒した時の確率ドロップ、ブレイズパウダーはブレイズを倒した時に確率ドロップするブレイズロッドをクラフトすることで手に入る素材になってます。でエンダーマンは倒すのが厄介な敵なんですが、石系ブロックを3段以上積み上げて上から攻撃するか、高さが2ブロックの屋根を作って攻撃するようにするとエンダーマンの攻撃範囲外を作ることができるので安全に倒すことができる相手になってます。詳しくはね加工動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。ただエンダーパールはドロップ率が低い素材なので、事前に武器にドロップ増加のエンチャントをつけておくと入手率を上げられるかと思いますね。エンチャントの付け方の基本なんかも過去動画で解説してます。それとブレイズに関してはネザー要塞に行くことで出会える敵になっていまして、基本的には弓のような遠距離武器で攻撃していくのが無難な相手になってますね。ネザー自体の生き方とかネザー要塞の見つけ方なんかについても加工動画で解説しているので、このあたりも必要な場合は加工動画を参考にしてもらえればと思います。ちなみにブレイズロッドに関してはエンダーパールと違ってドロップ率はそこそこあるものになってますね。でエンダーパールとブレイズロッドはそれぞれ25個くらいは確保しておきまして、さらにクラフトしてエンダーアイを25個ほど用意しておきます。ここまでの準備ができたら次は要塞を探していきます。探し方はこのエンダーアイにカーソルを合わせてブロックを置くボタンを押すと、こんな感じで要塞がある方向に向かって飛んでいくといった効果があります。でしばらくすると止まって地面に落ちるので、これを繰り返してどんどん要塞との距離を縮めていくといった感じですね。最初はすぐ近くにはないと思うので、止まった場所でまた投げるんではなくてエンダーアイが示した方向にしばらく進んでから投げるようにしていくといいかと思いますね。で一つ注意点がありまして、エンダーアイは投げ続けていると空中で弾けて壊れてしまうことがあります。なのでさっきも言った通り事前に複数用意しておくと無難かと思います。で投げて探していくのに必要な個数としては、10個くらい見ておくといいんじゃないかなといったところですね。でその上で25個といったのは要塞を見つけた後にも複数使うことになるからです。なのでエンダーアイはできる限り多めに作っておくと無難といった感じになってます。でそうこうしているとエンダーアイが途中で地面の中まで入っていくような場所に来るかと思います。でこの状態になったら地中に入っていったあたりをどんどん掘っていきます。しばらく掘り進んでいくとこんな感じで石レンガのようなブロックで構成された空間に出られるかと思います。これがね探していた要塞になりますね。で掘り進めていくと要塞の中に入ることができます。中に入ったら複数の部屋があるので、これを一つ一つ調べていくとなかなかね迷いやすい構造なんですが、このどこかの部屋に12個のエンダーポータルというブロックが並んでいる部屋があるので、それを探していく感じですね。これですね。
で、この部屋を発見できたらエンダーポータルブロックにエンダーアイをはめ込んでいきます。状況によってはすでにエンダーアイがはまっているブロックもあるかと思うので、当然はめるのははまっていないブロックだけで大丈夫です。ここでね、複数のエンダーアイが必要となってくるので、事前に多く用意しておく必要があるといった感じになってます。で、全てはめ終わるとこんな感じでポータルが起動して、中央が黒く光った状態になります。この状態にしてから、この黒い光の中に入るとジエンドに行くことができます。ただリスポーン地点をこの場所で上書きしておきたい場合は、入る前にベッドを使っておくといいかと思います。もしね、ジエンドに入った後にベッドを使おうとするとネザーと同じように爆発するので注意が必要となってます。で、ジエンドに移動した後はエンダードラゴンとのバトルになるわけですが、かなり強力な相手なので、しっかりとした事前準備をした上で挑む必要があります。具体的な倒し方についてはこの動画ではまとめきれないので、次回の動画で解説していこうと思います。最後に補足ですが、エンダーアイを使ってたどり着ける要塞は 100% エンダーポータル部屋があるとは限らないものになってます。エンダーポータル部屋がない確率はそんなに高くないので稀だとは思うんですが、もしね、要塞内の部屋を全て探索してエンダーポータル部屋がないとなった場合は、まあ残念ですが別エリアの要塞を探し直す必要があるといった感じになってますね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。